世界の鉄道一覧ボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道地図スルプスカ共和国鉄道の電気機関車ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦鉄道のローカル列車ボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道ではボスニア・ヘルツェゴビナにおける鉄道について述べるボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道はユーゴスラビア社会主義連邦共和国が存在した1992年までは ユーゴスラビア鉄道により運営されていた。現在はボスニア・ヘルツェゴビナを構成する、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦が運営する、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦鉄道と、スルプスカ共和国が運営する、スルプスカ共和国鉄道によって運営されている。営業距離は1 0 3 0トルでそのうち7 7 7トルが、電化路線、複線各間は8 8トルである。 ボスニア帝国鉄道の手により、期間 760mm の鉄道が1863年に着工され1879年に、ボサンスキブロドドボイゼニザカンが開業する。1882年には、サラエボに達し、その後も各地に 650mm や 760mm の路線が張り巡らされた。1879年から1918年に、 かけて建設された 1611km の路線は1940年代から1970年代にかけ標準機に改めきされ電化も進められた。1992年に勃発した内戦ボスニアヘルツェゴビナ紛争以前は世界有数の輸送密度を誇っていたが鉄道インフラの甚大な被害によって激減した。現在では 内戦以前である1990人の20%にとどまっている。施設の復旧は徐々に進められている。紛争後の分局体制の影響により、鉄道事業もに事業者に分かれて運営されているが、長距離国際輸送に支障をきたすため1995年12月の合意により、両者の調整機構が1998年に設けられ、インフラ使用料金決定。 他国事業者との協議を行う役割を担っている。また1992年と1998年に国際鉄道連合へボスニア連邦鉄道とスルプスカ共和国鉄道が加盟しそれぞれ44と50のコード番号が付与されている。今後はさらなる施設の復旧、車両の近代化が計画されている。ありがとうございます。